に混ぜときゃよかった。あ、やばい、ほら言わんこんじゃないですか。うわ、ちょっと多いか。どうぞ、いただきます。うわ、うん、思ったより新しい納豆の食べ方を提案します。まあ、しょっ辛いけど、ああちょっとやっぱでもつゆは工夫しないといけない。それがわさびを入れたことによって、うん、ちょっと爽やか、うん、なんて言うんだろう。そうなんです。うん、辛い。でもご飯がいるな。マジでなんかあの本当にざるそばのつゆをちょっとだけ薄くして飲んでる感じ、うん、ちょっと失敗だな。でもじゃあ、うん、もあるのよ。でもこのつゆダック納豆みたいなのが実際に、あ、でも美味しい。わさびうまいな、うん、ちょっといっちゃった。おお、行っちゃったよ。うん、ま、全然いけた。意外とこの食べ方は何点？10点満点で。めんつゆわさび、うん、めんつゆだくわさびで、めんつゆだくわさびで、4、まあ、ご飯と食べてないから何とも言えないですけど、うん、うんうん、もうちょいつゆの工夫は必要だと。そうですね、ちょっとサラサラになっちゃうの。いやでもそのサラサラがっていうのが新しい食べ方。まあそうですね、うん、なんかなんだろうな、逆に納豆の良さは出てないかな、うん、あらら、それで減点。うん、確かに先に混ぜとくとかいろいろ失敗はしちゃう。そうですね、うん、まあでもつゆだくにしちゃうとやっぱそうなっちゃうんだ、うん、基本は。いやでも思ったより全然新しいものとしてはなくはないみたいな、うん、なんかお店で、うん、めんつゆわさび味納豆みたいなあったら、うん、ちょっと興味はありますもんね、うんうん、第一弾はめんつゆだくわさびでした。また次回あれば。